ジョン・デビッド・ベーカーはアメリカ合衆国カリフォルニア州アラメダ出身のプロ野球選手、右ト左ヒ現在はフリーエージェント。2002年の MLB ドラフトでオークランドアスレチックスから4巡目指名され、プロ入り。2007年3月にフロリダ・マーリンズへトレードされた。2008年7月9日にマットトレーナーの故障者リスト入りに伴って、 メジャー昇格を果たし、同日のサンディエゴパドレス戦で、メジャーデビュー。翌10日のロサンゼルスドジャース戦でのメジャー初打席で、ボクサンヒロシから初安打となる本塁打を放った。2010年5月に右腕を痛め、故障者リスト入りした。シーズンオフに、トミー・ジョン手術を受けた。2011年11月22日に、ベードルブラントのトレードで、パドレスへ移籍した。 2013年6月10日にディーフとなった。2013年6月15日にドジャースへ移籍したがメジャーでのプレイはなかった。オフの10月31日に FA となった。2013年12月13日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2014年3月30日にカブスとメジャー契約を結んだ。7月29日のコロラドロッキーズ戦では 味方投手が足りなくなったため、延長16回表から投手として、マウンドに上がった。死球を一つ出したものの、後続を併殺に仕留め、無失点に抑えた。その裏の攻撃では、先頭打者として、死球で出塁し、その後、一四万塁から4番スターリンカストロの犠牲フライで、さよならのホームを踏んだ。この結果、ベーカーは、星登録ながらも、勝利投手となった。 オフに FA となった。2015年1月29日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級タコマレーニアーズで開幕を迎えたが、17試合の出場で打率16。161を喫し、5月20日に解雇となる。ありがとうございます。